はい、どうもコンシェルジュです。あのね、アナリシスパラリシスって言葉はだいぶ昔からちょいちょい時々話してるんですけれども、要はその選択肢が多すぎると人間ってその何を選べばいいのか分からなくなって活動が止まってしまう、判断が止まってしまうっていうのをアナリシス分析、パラリシス麻痺、分析麻痺というように、まあ訳せるらしいんですけれども、そのアナリシスパラリシスに陥ってしまって何もできなくなるっていう、そのあなたのことですよ。今復縁したいじゃないですか。で、復縁するための方法ってもうそんなにないんですよね。まずその自分磨きはするじゃん。で、その一人で自分磨きし続けて、相手に連絡してみるっていうのがまああると思うけど、じゃあそれ以外はってなると、占いでなんかやる？あとはカウンセラーだよね。そう、相談するだけ。で、僕はそのカウンセリングとそのネット復縁工作っていうのが、まあ両方できるので、ネット復縁工作の費用っていうのがあって、まあ普通のカウンセラーさんより僕多分ちょっと高めだと思うんですけど、で、ネット復縁工作っていうのがあるよね。その他の復縁する方法、脅迫するしかないんじゃないと。それ以外何ある？暴力によって従わせるかい？だから復縁する方法ってそんなにないのにもかかわらず、あなたたくさんあるんじゃねえかと誤認して動けなくなってるんですよ。自分でやる、占いに頼って全部占いベースで行動する、それともカウンセラーさんにその相談して、もっと僕より優しめな、あの女性のカウンセラーさんとかに相談する、それとも僕のそのネット復縁工作にお申し込みしてってやる、捕まる、ね、ストーカーみたいなことやる、これ以外ないでしょ。っていうか、まあストーカーみたいなことやるっていうのは冗談だよ。こんなのないんだよ。でね、あのイソップ童話かなんかにこんな話があるらしいんですよ。なんかそのキツネさんと猫ちゃんがいて、でキツネさんは、俺はその狼が来た時に逃げる方法っていうのを100通りぐらい知ってるぜみたいなことを言うわけ。ね、キツネっていうのはいつもそんな感じだよね。100通り知ってるよと。すげえだろっつって猫ちゃんと喋っております。で、猫ちゃんはすごいね、キツネさんって。僕は一通りっていうか1個しか知らない。うん。1個しか知らないから、すごいね、キツネさんはって、僕食べられるんじゃないかなって会話してるわけですね。そんなある日、本当に狼さんがやってきました。で、その時にキツネちゃん、どうなるかっていうと、100通りの方法を知っているんですよ。つまり選択肢が多すぎて逃げられないっていう、これイソップ童話でマジであるらしいんですけど、逃げられなかったっていう。で、要はどうしたらいいのかわからないから、どの逃げ手段を取ればいいのか困ってる間に、キツネさんは狼に食われてしまう。で、それを見ていた、猫ちゃんの逃げる方法っていうのは、猫ちゃんは一通り一つしか知らないって言ってたよね。猫ちゃんのやるのは木に登るっていうのみなんですよ。かわいいね。それしか猫ちゃんは知らないから、それだけも徹底的に、まあ、もしかしたら毎日練習してたのかもしれないし、脳内でね、イメトレしてたのかもしれない。狼が来たらこの木に登ろうっつって、で、キツネさんがどの逃げ方やろうかなってこう考えて、あたふたしながら混乱してて、狼に食われる間に猫ちゃんはシャシャシャっとその木の上に登って難を逃れましたっていう話があるんですよ。これ完全にアナリシスパラリシスでしょ。今復縁を目指そうとしてこう右往左往しているあなたと似ていない？もうその復縁カウンセラーかネット復縁工作か自分一人でやるかぐらいしかないんだって。まあ、ネット復縁工作とリアル復縁工作っていうのもあるね。復縁屋っていうか別れさせ屋とか、復縁工作屋、何百万っていうお金がねかかるやつで、それもあるけど、それぐらいしかない。で、もう一つ、ちょっとこれはアナリシスパラリシスとはちょっと違うんですけど、ぜひね、特に男性の皆さんは全員覚えておくべきだし、女性の皆さんもぜひ分かっておいてもらいたいんですけど、ブルース・リーっているじゃないですか、中国のカンフーの。ブルース・リーの言葉で、こういうのがあって、俺はっていうわけですよ。俺は1万種類の蹴り技、うん、1万種類の蹴り技を、100種類だったかな、まあ、その種類忘れた、例え話だからね。でも実際にそういうそのブルース・リーの言葉があるんですけど、じゃあ1万種類にしようか。1万種類の蹴りの、いろんな蹴りの方法、上段回し蹴り、後ろ回し蹴りとか、下段蹴りとかね、前蹴りとか、そのカーフキックみたいな、いろんな1万種類の蹴りの方法を勉強したやつなんていうのは怖くない。俺が恐れるのは1種類の蹴りを1万回練習したやつ、そいつが怖えっていう、そういう言葉を残してるんですよ。恐るべきはそいつなんだ。1万種類の華麗なキックをそれ全部できるやつじゃない。1種類の、もうその一つしかない。じゃあその下段蹴りだったら下段蹴りを
あの1万回練習したやつ、それが声って言ってるんですよ。これかっこよくない？これはまさにそのアナリシスパラリシスに陥って今何もできない、頭の中で考えるだけで復元にはもう全然進んでいないっていうあなたにとってすごい大切なことじゃない？なんか一つ決めてさ、その決めたらそのルートを向かって突き進むしかないよ。だから自分でやるって、自分でやるの本当おすすめしないの、あの本質がわからないから、あの自分一人では自分のダメな本質にたどり着けないので、一人はおすすめしない本当に。でもまあ最悪ね、その血迷っちゃって一人で永久に頑張るんだ、でもいいよいいよいいよ、うん、でもそれもまあ一つの方向性だよね。で復縁カウンセラーさんに頼むなら頼んで、そのまあ相談と自分磨きだけでやる。で僕に頼むんだったら、まあ僕は費用が高いからあれだけど、それでも僕に頼むんだったら僕に頼んで、ネット復縁工作僕がやって、で復縁カウンセラーさんと同じように僕がいろいろアドバイスする。だからそのルートだったらそのルートでやるしかないんですよ。もう覚悟決めないと、女の子も男の子もね。でね、一人でやり続けるとなぜ本質にたどり着けないかっていうと、例えばなんだけど、元カノから振られちゃいましたと、あなた男性だとする。とにかく元恋人から束縛がうざいっつって振られた。あなたはその浮気してないかどうか、夜中どこ行ってんの、うん、今その誰といんの、で束縛しちゃって、でそれがめんどくさいと思われて振られてたとするよね。で一人でやってる限り、一人でだけでその復縁を目指してる限り、その別れた原因は束縛したからだにしか基本ならないはずなんですよ。深いところ行けないというか、自分一人ではやっぱり自分自身のこと見れないね、見切らないんですよ。背中見える？見えないね。誰かに背中見てもらわないと、背中の状況どうなってんのか分かんないのよ。だから一人だとその束縛はダメだな、束縛しないようにしようっていうだけの決断で終わって、そのための目標を設定して頑張っていくことにはなると思うんだけど、原因そこじゃないですからね。束縛したのはなぜなんですよ。束縛したのはなぜですか？例えばあなたが男性だったら、なんで束縛するの？なんか原因があるから束縛するの。普通の人しないんだから。そこ研究していくって一人じゃ難しくないですか？じゃあその過去の話戻って、じゃあその家庭環境とか帰り見てね、でこうでああでっていろいろあって、で僕とかと、僕とか復縁カウンセラーさんとかといろいろ相談しながら、じゃあ過去のこういう体験があなたのその束縛の原因になっているんじゃないですか。例えばそのお父さんがお母さんを束縛していたね、お父さんは、あ、お母さんはいつもこの野郎虫、このお母さんはお母さんはあのいつもお父さんに流されていて、で、お父さんはすげえモラハラで、 お母さんのことを束縛していた。そのやり方を真似ちゃった。おお、なんかそれっぽいね。それでもまだ浅いんですよ。浅いっていうか中間ぐらいまで来た。もう一段階あるんですよ。あ、もう二段階ぐらいあるよね、根っこの原因。それ何っていうと、例えばだけどね、例えばだけどお父さんがそうやって束縛してたのを見てなったんだよね。じゃあお父さんはなぜ束縛したのっていうところになってきて、でそうすると、例えばその地域的に男尊女卑の思考回路が強い地域で生まれ育ったお父さんっていう、そこの根っこに男尊女卑っていうのがあるじゃないですか。女は男が支配してやらんな、まともに動かへんっていう、そういうその思考回路があって、それがあなたに出てるのよっていうところまで一人でたどり着ける？あなた自分のこと男尊女卑の、時代にね、時代の流れに反するその旧時代の人間だって自分で認識できる？復縁目指してるって時によ。でもそこまで認識しないと復縁成功しないというか、自分の性格変わらないじゃないですか。あ、俺根っこ男尊女卑のクズ野郎だと、うん、今でもまあその江戸時代に生きてる人間なんだっていうことが分からないといけないんだから。なので一人だとそこまでたどり着けないから復縁成功しづらいんだよね。まあ話はそれましたけど、今回とにかくそのあなた自身がアナリシスパラリシスに陥らないように、もう覚悟決めて、何種類かしかないんだから、もうその復縁を目指すルートっていうのは、うん、それに向かって突き進む。覚悟決めて何かお申し込みするんだったらお申し込みする。で覚悟決めてその道を突き進む。で僕にお申し込みするんだったら、僕のそのアドバイスをまあ参考にしながら目標とかも設定して自分磨き頑張ってって、で僕はネット復縁工作やってって、もそれしかないよね。はい、今回は以上ですね。前向きに頑張っていきましょう。コンシェルジュでした。ではまた。